ちは、東京グルーヴ女子です。 Hello everyone, we are 東京グルーヴ女子スペシャルライブ from ギガバー東京、楽しんでいきましょう。プリンセスポッパいや、久しぶりのライブ緊張するわ。緊張しますね。はい、はい、私たちニューヨーク凱旋ライブをここギガバーで3月7日に行いましたので、約4ヶ月ぶりですね。うん、4ヶ月間私はずっとお家にいましたけど、あなたたちはどうなんですか？それは企業秘密ですけど。なんで言えないの？いや、まあ、いたり、なんかグロスリー買い物行ったりいろいろありますからね。いろいろありますね。個人の事情、不要不急ない事情がありますからね。人によりますね。はい、そんな感じで、あのお客様を入れてのライブはまだもうちょっと我慢なんで、本日は無観客ライブという形でギガバー東京からお送りしております。別名リモートライブですね。今ミュージシャンみんなリモートライブに切り替わってますね。そうなんだ。では私たち、なりにあの映像そして音響をこだわってお送りしたいと思います。はい、じゃあここで本日のゲストプレイヤーをお呼びしたいと思います。サックス今井春馬。なんか今日はご機嫌ですね、春もちゃん。
なんかやり始めたら止まらなくなっちゃう。いいですね、やめられない止められない。止まらない自粛期間はどうお過ごしでしたか？自粛期間本当に私も、家から出てなくてですね、もともと結構引きこもってるのであんまりまあ変わりないっちゃ変わりないんですけどいつも通りですね。なんかいろいろ家でまあレコーディングを始めてみたりとか、あとまあ友達と、まあ、それこそリモートで。今時のミュージシャンですね。そう、今時のミュージシャンを目指して機材を買ってみたりですね、そんな感じで過ごしてました。コロナを通して得たことがたくさんあるんですね。もうこの何ヶ月間でね、生まれ変わったような気分。生まれ変わりたての春馬ちゃん。はい。はい、それでは、はい、なんと私たちのオリジナル曲を初披露です。ひと夏の恋を歌ったダンスナンバーお聴きください。Hot Summer。
とうございます。東京グルーヴ女子初のオリジナル曲ホットサマーいかがでしたか？いや結構難しかったですね。そうですね、やっぱり、うん、グルーヴがね難しくて、ね、そう歌もね難しくて、ね、そうボーカルやってくれて、はい、ということでジュナちゃん今日は報告があるんですよね。はい、そうなんです。私は実はこの度東京グルーヴ女子を卒業します。今後はね、金子さん笑ったら私も笑ってはい、もう使おうこれ、これ使おう、はい、使おう、はい、これからは自分のソロ活動に力を入れていきたいと思っています。約1年半という短い期間でしたが、マンスリーライブを行ったり野外フェスに出演したり、海外ライブ、ニューヨーク公演ですねもう行ったり、もう東京グルーヴ女子で大変濃い時間を過ごさせていただきました。ありがとうございます。で、私がまあベース抜けるっていうことで今後はドラムとピアノの2人で活動していくんですよね。いやほんとこれ大変でもうどうしようかなと。エミさんちょっとシンセベース弾いてもらって ね歌いながらね、歌いながらね、いろいろやるしかない、ね、私はもうドラムしか ねやることない、すいません。まあなんとかなるっしょ、なんとかな、ね、やっていきます。今後も応援よろしくお願いします、はい、というのは冗談でね実はね、私裏で手を回していまして、はい、なんだって、私よりかっこいい新ベーシストを用意しましたよ。仲介料いただきます。なんでそんなわけで新しいベーシスト星野里奈ちゃんです。残念なことに彼女売れっ子すぎましたね。もうめちゃ売れまくりよみたいな感じなのですいません、はい、今日スケジュールが合わず VTR での出演となります。あら、ま、VTR どうぞ。はい、グルジャの配信をご覧の皆さんこんにちは、ベーシストの星野里奈です。この度ですね、ジュナちゃんの代わりに新しくベースを弾くことが決まりました。普段はソロの活動でジャズフュージョンを弾いていたり、あと4人組のガールズバンドのエルフリーデというバンドでポップスを演奏していたりします。今回は、グルジョに入ることが決まったんですけども、もともといるメンバーの2人と一緒にいろんなグルーヴの曲を楽しくできたらいいなと思っています。またグルジョは海外とかでも活動すると聞いているので、ぜひ私の知らないところに行っていろんな方の前で演奏してみたいなと思います。それでは。ジュナちゃんお疲れ様でした。お疲れ様。なんかもう3人で演奏してたんだね。いや、やってました。私知らなかったんだけど新しい彼女と、すいません知らないふりした。もうあなたも元カノなんで、こういうのなんかメンバーいじめっていう、はい、いやいやいや、もういなくなるからいいかなと思って、まあ、そうね、はい、まあ、ね、特別なライブとかにはジュナちゃん遊びに来てね。行きます。まあ元気にやるんだよ。食べます。はい、そんな感じで、私の卒業ライブ兼星野里奈ちゃんのグルジョデビューライブが7月19日ギガバー東京にて行われます。やるぜ。ちなみに、この日はお客様を入れてのライブね。そう、限定何名だっけ。30。あっという間になくなるんじゃないの。そう、ジュナちゃん、リナちゃんが人気だからね。リナちゃんの集客力に頼って多分10秒後ぐらいに予約がいっぱいになるので、お早めに、ね、予約をお願いします。詳細はまた後日追って報告いたします。それでは今日のライブの最後の曲、この曲のミュージックビデオのおかげで世界の方々が私たちに興味を持ってくれました、うん、聞いてください。せーの、 What is hip? ちょっとピッチ高かった、ごめん。